はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病と闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日の歯医者なんですけどもね、今回やってもらってる右上奥歯のね、1個手前の歯をの銀歯を詰めてもらうだけで終わるというふうにね、昨日の撮影した動画ではね、予想してたんですけどもね、ほんまにその通りになってしまいました。ほんでその歯が仕上がった時にね、先生がですね、今回でね、早急に治療せなあかんかった箇所はとりあえず終わりましたので、他の箇所をね、もっとハイペースでね、治療していくならばですね、他のね、歯医者さんをね、探してもらったらね、いいと思いますとね、こう軽くバーンと突き放す感じで言われてね、とうとう来たか、力探すのめんどくさいねんなってこうね、思ってたらですね、先生が申し訳なさそうにね、今までやってくれてたね、非常勤の先生がね、独立する形でね、実家のね、お父さんの歯医者さんをね、継ぐためにね、帰っちゃったんですよ。しかもね、丸々なんでね、結構遠いでしょう。だから遠くなったからね、もうここにはね、来れないんです。って言うからね、丸々は遠いなーってこう言うたらね、先生がね、丸々市役所のね、近くにあるところでね、紹介できるところがありますけども、基本的にどこでも紹介状は書けるんですけども、決まりとしてね、その歯医者さんが決まってからしか、丸々院宛てとしかね、作成できないことが決まってるんで、どこの歯医者でもね、構わないんでね。ほんで、よかったらね、ここの近くのその歯医者さんのね、パンフレットもね、何件かお渡ししときます、帰りに。って言われたんですけども、渡されることなく帰ってきたんですよ。これ確実に忘れられてますよね。まだね、その予約でここに来るからいいんですけども、他を探すとなるとですね、僕もね、個人的にね、譲れない条件もね、いくつかありますのでね、自分なりにね、こう検索しておかないとね、飽きません。というイレギュラーまでいかないんですけども、他に移ってくれというのを催促される感じでしたね。ほんでね、銀歯をね、詰めてくれるときにですね、まず先にその自分のね、歯にこう、ポコッとはまるか、試してみてから、またそれを抜き取ってね、微調整をするんですけどもね。で、その微調整の、微調整っていうのはその削るんですよ。形をちゃんとね、滑らかにするために削るってもらうんですけども。で、その微調整の時に、この袋状になったクリアファイルみたいなやつにね、こう両手をガッて突っ込んでね、その中で、銀歯とドリルでね、こうバーって削り始めたんですよ。それを見た時にね、僕はね、思わずね、すごいっすね。なんかサンドブラストみたいっすね。って言ったら、サンドブラストね、ここにもありますよ。って。え、歯医者さんやのに？そうなんですよ。僕らはね、そんなにこう使わないんですけども、技工士さんらがね、その銀歯とか歯型とかを作るときにね、最初の粗い削りをするときに、そのサンドブラストを使って、で仕上げに細かい作業っていうのは、僕らみたいなこう小さなドリルでしますけどもね、銀歯をね、この歯につけるときにね、接着剤とかつけるときもですね、接着面がね、ザラザラしてる方がね、接着剤が馴染みやすいから、わざとザラザラにするときに使ったりします。でね、もう僕はそれを聞いてね、ほんまに歯医者ってね、建築会社みたいだなとね、思いましたよ。例えばね、僕がやってもらった右上奥歯が、親父やつの2個手前のね、右上奥歯の時やったらね、銀歯がね、できない状態やったので、歯にね、穴を開けて、杭を打って、で土台を固定する時っていうのもね、普通の家を建てる人のなんか基礎工事と一緒やなと思ったし、で今回 そのサンドブラストを使ってね、表面をザラザラにするのもね、木と木をね、そのボンドでくっつける時にですね、その表面をね、ヤスリがけするとね、接着面がザラザラになって、接着剤が馴染みやすいんですよ。だからそれと同じやなと思ったんです。ほんでね、歯にね、接着剤をつけて、完全にピタッと接着するためにですね、僕ら硬いものをね、ガッとこう強く噛んでくださいっていうのを毎回言われたんですけども、それをね、噛むとね、圧着というね、力が働くんですよ。これはね、木とかね、それぞれ、以外のね、接着剤を使うときでもですね、使われる、こう、圧着っていう方法なのでね、医療と、工務店もね、やり方は同じやなと思いましたね。違うのはね、麻酔ぐらいですよね。
で、まあ、歯医者というのはね、あの口の中で行われるんですけど、全て行われるんですけどもね、ちょっとね、昨日はね、ヒヤッとすることがね、ありましてね、ここ最近ですね、僕の体というのはね、また口内炎とね、唇のね、乾燥がね、結構ひどくなってきましてね、口をバッと開けるときにですね、そのときに唇が切れたりとか、痛くないようにですね、唇の表面と唇の裏側とあと口のほっぺたの中にですね、特殊なね、軟膏をね、塗ってもらうんですけども、それのせいでね、先生が指を滑らせてしまってですね、僕の喉の奥に向かってね、銀歯がね、落ちてしまったんですよ。でもね、鼻呼吸をしてたので、喉をね、ベロで締めてたの分かるかな、なんで鼻呼吸するときって喉って閉まるじゃないですか。閉まるんかな分かんないですけど、口の中に水を含んで、上を向くと、ベロで喉を締めると水が入ってこないじゃないですか。あの状態にして、常に僕は鼻呼吸をしてたんで、喉の奥に押していかなかったんで、よかったんですけども、もしね、喉が開いてたりね、僕が口呼吸をしてたりとかね、唾を飲み込むタイミングとかやったらね、銀歯をそのままクッとこう飲み込んでたかもしれません。で、先生もとっさにね、あ、やばってこう言ったんで、銀歯っていうのはね、誤って飲み込んでしまったらね、あかん素材なんでしょうね。でも歯型を作った時にね、その噛む柔らかいピンク色のやつがあるじゃないですか。あれはね、貝の素材からね、海に出る貝の素材から作られてるからね、誤ったとしても体には害はないとね、言ってたので、先生がまあね、とっさに出たやばっていうのは、銀歯は飲み込んだらあかんという意味なんでしょうね。でもまあ先ほども言いましたけどもね、口内炎とね、僕の唇のね、その乾燥がひどくなってきたのがね、そのまま最近辛くなってきております。でもここ最近っていうのは虫歯の進行が見られないのでね、まだマシなんですけども、この唇と口内炎はね、免疫抑制剤がね、3月に内科を行った時に、分量が減ってからの新しい症状として出てきております。まあ寒く乾燥した時期がね、終わってね、桜が咲き誇って暖かくなってきたのにですよ、僕の体というのはまだまだ水分不足でございます。今までね、もっと口の中がひどかった時にはですね、退院直後とかやったらね、すごく口内炎がひどかったんですよ。その時なんかね、もっとこう中の方、ほっぺたの中がね、腫れてまして、1年前までぐらい の, 僕の映像を見てもらったら分かると思うんですけどもね、ほっぺたがぷくっとこう膨れて腫れてたんですよね。それぐらい中が腫れてたんですよ。でだからね、こうやってお話ししているとですね、よく内側を噛んでた時もあったんで、今はそれほどじゃありませんけども、ひょっとしたらね、またこの腫れがね、出てくるかもしれませんのでね、また様子を見ながらやっていきます。次回の歯医者はね、また来週ですのでね、今度は左下のね、奥歯のね、治療をしたはずのね、歯が欠けてしまったところがあるんで、そこをね、やってもらうとね、予想しておきます。今年の歯医者はね、去年より比べてもね、ハイペースでね、治療がトントン拍子で進んでいってるので、早くね、もっと早く治っていてほしいとね、願っておきます。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。